エルブルス山は、高架カサス山脈の最高峰である。標高は5642メートルで、ヨーロッパの最高峰でもあるほか、ロシア連邦自体の最高峰でもある。大高架カサス山脈のすぐ北側を走る、ボコボイ山脈に連なる。エルブルス山とも、ロシア連邦に属するカバルダバルカル共和国の南部に、位置し、キスロボツクから南西に65キロメートル。 ジョージアとの国境から北に約1 2トル多くの氷河があり、それらはバクサン川やクバン川などの源流となっている。二つの頂上のうち、東方は1829年7月10日にロシア軍科学調査隊のガイドとしてカラチャイ人のキラルハシロフが初登頂した。西方には1874年に、 エフクルフォードグローブが率いるイギリスの探検隊が登頂した。西方と東方は約3キロメートル離れている。ソビエト連邦で登山は非常に人気のあるスポーツとなり多くの登山者が現れた。1936年にはコムソモールが遭難する事故があった。第二次世界大戦中の1942年、ブラウ作戦により南下してきたドイツ軍の英軍。 集団指揮下の山岳部隊が登場した。登山の際、ソ連軍の山岳部隊と交戦する。ブラウ作戦の目標と関係のないこの登場事業に、ヒトラーは激怒し、英軍集団司令官、ビルヘルムリスト元帥の解任の一員ともなる。ドイツ軍は1942年末にはこの地域から撤退した。山頂に残っていたドイツ国旗は、ソ連軍の山岳部隊が撤去する。 1956年、カバルダ・バルカル共和国の地域のロシアへの併合から400周年を記念して400人の登山隊が登場した。1959年から1976年にかけて3900メートルの地点までロープウェイが作られた。また4100メートルの地点には登山者のための宿泊施設もある。下記には この登頂路を通って1日に100人を超える登山者が登頂を試みることも珍しくない。ありがとうございます。